混戦が続くサッカー JFL、 J2 昇格を目指す町田ゼルビアの戦いが大詰めを迎えています。昨シーズンはスタジアムが J リーグの基準を満たさず昇格は果たせませんでしたが、今年はスタジアムの整備計画も認められ、昇格の条件は順位と観客数に絞られています。今月23日、神奈川県相模原市のスタジアムで町田ゼルビアのホームゲームが行われました。震災の影響で延期になっていた試合のため、町田市のスタジアムが確保できず、隣接する相模原での開催となりましたが、 J2 昇格が近づくゼルビアを応援しようと大勢のサポーターが集まりました。試合は立ち上がりからゼルビアペースで進み、再三チャンスを作っていたフォワードの勝又選手が前半終了間際に3試合連続となるゴールで先制します。後半12分にも勝又選手が追加点。その後途中出場の北井選手が2得点を挙げ、4対0でホンダロックに完勝しました。この結果、町田ゼルビアは3位をキープ。次の試合に勝利すると、下位チームの結果によっては J2 昇格基準の一つ、4位以内が確定します。昇格のもう一つの基準は観客動員数。ホームゲームで平均3000人以上が条件です。この日の観客数は3486人で、平均観客数は3090人になりました。残り2試合のホームゲームで4641人を集めると達成できます。次の試合で成績、観客数の2つの条件をクリアできる可能性がありますが、キャプテンの津田選手は気を引き締めています。僕たちが上がるところをやっぱりぜひ皆さんに見てもらいたい。あまり前を見据えずに、まあ一戦一戦一戦必勝で戦うつもりで、まあ、やっていけばおのずと、まあ、結果も出ると思いますし、事実上 J2 昇格が決まる可能性のある注目の試合は27日に町田陸上競技場で行われます。チームは通常1500円の AA 席を500円に、1000円のゴール裏席を300円にするなど、スタジアムを満員にする計画で、サポーターとともに悲願の J2 昇格を目指します。